モチベーションとコミュニケーションの桐生でございます。本日もよろしくお願いいたします。今日も上がり症改善のメソッドをお届けしていきたいと思います。で、最近よくいただく質問で、ある時を境に急に喋れなくなっちゃった、要するにある時を境に急に緊張しだした、今まで平気だったのに人前に立ったらもう急にドキドキし始めちゃったと、これどうしたらいいですかっていうお問い合わせをね、非常にたくさんいただくんですよ。で、最近いただいたのは、まあ、中学生ぐらいの時はね普通に喋れてたと、けど高校生ぐらいになった時に、まあ、ある時を境に急に心臓がドキドキしだす、あと唇が震える、あと尿意催す、あと胃が痛くなる、で喋れなくなっちゃったんです、どうしたらいいでしょうかっていうのもいただいてですね、今日はこれに、急に喋れなくなった時ってこれどうしたらいいのっていうのをお伝えをしたいと思います。で、まあ、ある時を境に、ね、急に喋れなくなっちゃったっていうのはもうそのいろんな原因あると思います。これは人によってそれぞれですよね。何かきっかけがあったり、トラウマができたりとかね、出来事があったりっていうのがあるんで、その状態によってそれぞれ皆さん違うと思うんですが、間違いなく言えることはですね、その人前でこう急に喋れなくなっちゃって喋るとき反応が出るってことは、それはね、危険信号が体から出てるってことなんです。人前に立ったら交感神経優位になります。で、今危ない状態ですって体が持ってるわけですよね。だから尿意を催したりとかね、不純物を外に出そうとするわけです。やっぱり危険にさらされてるときは身軽な方がいいわけで、だからいらないものは外に出しましょうと、なるし、あと胃が痛くなるっていうのも、胃の粘膜の血管がね収縮するんですよ。ね、ボケってリラックスしているより胃をギュッと縮めて戦闘態勢に入った方がいい。そうすると血管が収縮するっていうと血流が悪くなりますからね、当然胃がキリキリしてるって、これはしょうがないんですよね。だからこの危険信号が出てるっていうことを、無理に止めようと、ね、尿意を止まれって、これ難しいですよね。なのでもうそうなってしまった時っていうのはならないように、やっぱり事前に対策を打っておく必要があるなっていうことなんです。で、今日の結論としては、何を結論としてお伝えしたいかというと、心の体制ということです。心の体制、これは何かというと、まあ、だんだんと慣れていくってことですね、結論としてはね。例えば皆さんお酒飲まれます？僕はね、うちの家族全員ほぼ飲めないんですよ。もう下戸って言うんですか。で、僕は一番末っ子でですね、まあ文字通り僕も当然昔飲めなくて、コップの半分ビール飲んだだけで吐いてしまったんですよ。弱すぎて、だからコップ半分しか飲めなくて、どうしようかなってなったんですが、でもね、やっぱり飲めないってわけにいかないなと思って、ちょっとずつ飲めるようになって、コップ半分が一杯飲めるようになって、一杯がジョッキ飲めるようになって、もう今は別に5杯ぐらい飲んでもいけますね。大丈夫になっちゃった。これは何かといえば、もうコップ一杯ぐらいでわーって戻してたのがちょっとずつ慣れていった、で今は普通になっていくっていう、この段階のことですね。この慣れていくことで、これも緊張にも全く同じことが言えることで、胃が痛くなったり、もう体に反応が出るってことはかなりの緊張具合だと思うんです。それをいきなり止まれって、さっきね、お酒、戻そうとするときに、ね、止めてくれって無理じゃないですか。だからそこを無理に止めようとしてもしょうがなくて、であれば事前にちょっとずつ慣らしていくということ、ここなんですよね、ポイントがね。だからね、そっか、人前で話すこといっぱいやればいいんだってなりそうですけど、それだといきなりね、大変な機会を毎回迎えなきゃいけないってことになるから、だからさっきのビールコップ半分から始めようじゃないですけど、少しのストレスから始めていただきたいんですよ。いきなりそこに立ち向かず、例えばどういうの緊張します？皆さん、人前で立つって喋るって緊張する以外にも、もっと優しい緊張って普段ありません？例えば学校だったらどうですか、なんか手挙げて発言するとかどうですか。まあ、100人の前で喋るよりはまあちょっといいかもしれないですね。先生がね、皆さん勇気あるものはいるかねなんて言った時に、もうちょっと嫌だけど緊張するけどね、まあでも100人の前で喋る緊張よりはいいかっつって、ちょっと勇気を出して手挙げて答えてみる、これもちょっとストレスかけてるんですよ。あとは何でしょう、はじめましての会話とか緊張される方いらっしゃるんじゃないですかね。それも100人の前よりはそこまで緊張しないですよね、多分ね。だからはじめましての会話の時に緊張するなと思ったら、思い切ってちょっと自分から声かけてみる、
いやもう普段そんな自分からの声かけませんって言う方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、優しい緊張ですよね。こんにちはって声かけるだけ。そうすればちょっとドキドキするかもしれないけど、これで人慣れしていくわけですよ。あとなんだろうな、ありません、こういうミニストレスって。あの例えば友人にね、仲のいい友人にちょっと厳しいこと言うとかね、まあ、普段だったら絶対言わないんだけど、ねえねえねえ、ちょっとさ、最近気になるんだけど、ちょっと言ってもいい？なんて言って。そう、なんかほら、告白するときって緊張しません？ねえ、でも、100人の前で喋るよりいいんですよね。というように、いきなり、それ、緊張を改善って目指すのではなくて、心の体制、慣れていくってことなんです。ちょっとずつ積み重ねることによって慣れていって、いずれは大勢の前でも、リラックスして喋れるようになると。だから皆さんでミニストレス集めてみません？ちょっと緊張するの何あるかなみたいなね。店員の、コンビニの店員の方にちょっと、こう、ありがとうございますって言ってみるとかね。こういうのも緊張するんですって言うかもしれない。いいんですよ。これ人慣れ、人慣れ、人慣れ。そういうことによって、まあ、刀をね、こう研いでいくようなイメージですね。で、研いでいけば、こう、やっぱりね、磨かれて光ってくるわけですよ。そんなイメージで小さいストレスをこう、小さいストレスは訛りましたね、小さいストレスを抱えてね、なんで今交換使ったのかって話ですけど、これ携帯に入ってたわけじゃなくて交換音を探してたんです。最近交換音の鳴らしたくてたまらない衝動に、襲われてるんですけども、まあ、そういう風にね、ちょっとずつ積み重ねましょう。体勢、心の体勢を鍛え、整えていきましょう。鍛えていきましょうっていうことが今日の結論でございました。またぜひですね、人前で喋ることになったんだよな、なんとか、あ、そういえば緊張改善したいんだよね、なんていうことを思ってらっしゃる方、これチャンネル登録をしといていただけると、大体まあ1週間に1回か、もしくは2回くらい動画がアップされたら通知がいきますんでね。あ、そうそうそう、緊張改善、緊張改善という思い出していただいて、またぜひ皆さんでチャンネル登録をしていただけたらと思います。はい、ということで今日は、突然喋れなくなった時のための、心の体制というお話をさせていきました。ミニストレス皆さんで積み上げて、慣れていきましょう。それでは。